どうもこんにちは、ドクトレーナー翔吾と今日一緒にやってくれるのはパグの福ちゃんです。でね、福ちゃんと一緒にやっていきたいと思います。それでは内容に入る、その前にオンラインサロンの方では楽しくやらせていただいてます。今ねメンバーさんどんどん増えております。ズームで相談、ズームでトレーニングの方もやってますので、もしよかったら入ってみてはいかがでしょうか。ということでね、はい、内容の方に移っていきたいと思います。お散歩毎日朝晩30分ずつ行っていますが、足りていないのかと思います。お散歩の時間の目安はどのぐらいなのですか？はい、お散歩の目安の時間ですね。結構ねよく聞かれる質問なのかなと思うんですけども、まずねワンちゃんの、年齢で性格、あとは大きさと犬種によってもねちょっと違ってはくるんですけども、一番って皆さんね犬種とかね大きさで考えられることが非常に多いと思うんですけど、もちろんね犬種もあります、あるんですけども、一番ね重視すべき点っていうのはワンちゃんの性格な気がしますね。自分の中では特にねお散歩がすごく好きで、もういくらでも歩いてくれるのと、ちょっとでもいいよっていうこのギャップの大きさっていうのは一番ね自分トイプードルさんで感じるから、本当にねちょっとのお散歩でおとなしくしてられる子もいれば、本当にねしっかり運動しててもまだ遊ぶっていう子もいたりするので、この辺はね結構ねその子その子のね個体差があるから、同じ月齢同じ犬種で、同じ毛色であってもねやっぱり性格によってかなりねばらつきが出てくるんじゃないのかなと個人的には思ってます。それで、ね、朝晩30分ずつですねお散歩行ってるんですけど、足りますかっていうことなんですけども、一番ね多分ね朝晩30分からまあ1時間弱ぐらいの時間で行かれてる方がね一番多いんじゃないのかなと思います。まずね、お散歩がうちの子に足りてるの、運動が足りてるのっていうのを見ていただくのであれば、家の中でまずね問題行動がどのぐらい起きてますか。例えばね、ペットボトルの蓋とか食べちゃったりとか、スリッパ噛んだりとか、靴下ね、食べちゃったりとか、そういったね感じのね破損系のいたずらが多く見受けられたりとか、あとはね家の中でもねよく吠えてる、何を見てるのか何の音に反応してるのか分かんないんだけど、変な方向を見てうちの子ずっと吠えてるのよねっていう方も中にはいらっしゃると思います。ワンちゃんもものすごくエネルギーが溜まってくるとちょっとした音にも反応するし、それこそね人が感じ取るのにねはっきり聞こえるわけじゃないとか、はっきり見えるわけじゃないようなちょっとしたことにでもワンちゃんたちはストレスが溜まってくるとね敏感に反応するようになっていきます。なのでお家の中でね吠えちゃったりするとか、あとは走り回るのもですね、家の中でなぜかお散歩帰ってきたのに家の中でダッシュして走り回る、お散歩終わった瞬間すぐ遊んでっていうの始まっちゃう、こういった行動が多く見られるとねワンちゃんの中では運動が足りてないんじゃないのかなっていうのを非常にね感じる部分でありますので、正直に言うとワンちゃんたちがお家の中でお利口さんにしてられれば、まあ、そのぐらいでねお散歩は足りてるんじゃないのかなと思います。歩いてる目安としては帰ってきた後にワンちゃんがしっかり休憩を取ってくれるぐらいですね、そのぐらいで休んでくれるぐらい歩いてあげると個人的にはねいいんじゃないのかなと思ってますので、中にはねうちの子お散歩嫌いで歩かないですっていう方もいらっしゃると思います。ただね自分はお散歩って外をねリードつけて歩くだけじゃなくって、例えばねお庭でボール遊びでも構わないし、公園に連れてって歩くでもいいんですけど、ワンちゃんが好きな方法で外で体を動かすっていうことは自分はワンちゃんにとっては絶対に必要なことなんだなっていうのはもう実感しております。たくさんのワンちゃん見ててね、なのでお散歩もねなんでかんで絶対ねリードつけて歩かなきゃいけないっていうことじゃなくって、もちろん例えば本当は1時間ぐらいお散歩を行った方がいいよっていうぐらい元気なんだけども、お散歩あんまり好きじゃないからお外でねほとんどボール遊びして10分ぐらい家の周りくるんと回ってくるとかでも、ワンちゃんがちゃんとね疲れてて外で遊ばせてあげられてればね、そんなに大きく問題はないんじゃないのかなと思いますので、ぜひねそんな風にして見てください。はい、というわけでね、うちのジェットもね朝晩2時間ずつお散歩行ってね部屋の中で遊んであげる時間1時間ぐらい取ればね1日お利口さんにできてる、そんなね、大変な時期があったなっていうのをね、こういうね質問聞くと思い出します。皆さんもね非常に大変だと思うんですけども、ワンちゃんは食べること、ね、あとは寝ること、そしてお散歩と遊ぶことですね、このぐらいしかねワンちゃん楽しみがない部分はあったりしますので、やっぱりね一つ一つねワンちゃんたちっていうのは生きていく上ではね真剣に楽しんでやるんですけども、ただねこの子たちは楽しくやりたいつもりでねいろんなことやるんですけども、時にはねそれがね人には大変な形でね出ちゃう時があったりしますね。なので家の中でね吠えちゃうのどうにかしたいとかね、噛んでくるとかね、なんか食べちゃったりするみたいなこともね、ダメダメっていうのを教えていきたい気持ちもわかるんですけども、もしかしたらねストレスの発散、ワンちゃんのねエネルギー満たしてあげた方が解決が早いかもしれませんね。ぜひ皆さんもねそんな風にワンちゃんと付き合ってみてはいかがでしょうか。